2차전 경기를 시작으로 남자 2차전까지 총 두 경기를 오후 2시부터 함께하도록 하겠습니다. 簡単にやられてた。さあ修正しないとリバウンドもっと絡めたそうねえ来てそれでどうも入られたんやあっちでもこいつあとしまったなボール下がっちゃったわ下がったらいいよし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 
まあ、今点差はこれ20点っていうところがあるけど、実際20点の力の差があるかって言ったら俺はないと思うんだよ。で、出だしの入りはすごく良かった。で、第3ピリオドの、大事なところのやっぱリバウンドとターンオーバーのところね、そこをいかに強くできるか。で、これがアウェーの、雰囲気だったりとか戦い方だったりとかレフリングも含めて、勉強になると思うんだよ。で、これ2回あとあるでしょ。で、いいところはあと2試合があって自分たちがリベンジできるチャンスがあるっていうんです。そこをきちっと一人一人はしっかり受け止めて、今日悔しいかもしれない、でもそれもちゃんと自分の中で責任の中でしっかり受け止めて、明日自分がどのようなパフォーマンスするかっていうことが一番大事っていう。だから顔絶対落とさない、ちゃんとあと2試合あの自分の力出し切って、リベンジできるようにして準備してみましょう。この負けを次にどう生かすか、本当に今日の負けが大事だ、経験して次につながってくると思うので、ただの負けにするんじゃなくて本当に一人一人がもう一回フィードバックして明日最高の準備をしてやっていきましょう。頑張ろう。一日総合。